クレータのお牛と、それを捉えようとする平楽レース。平楽レースは、縄で、お牛の足を縛ろうとしている。イタリア、ブルチから出土した、紀元前510年頃のアッティカクロエ式アンフォラ。ミュンヘン、州立古代美術博物館所蔵。同情。お牛と格闘する平楽レースが描かれている。紀元前550年頃のラコーニアクロエ式キ,キュリクス。 ニューヨーク、メトロポリタン美術館所蔵。クレータの牛は、ギリシア神話に登場する、神秘的な牛である。ギリシア神話の有名な怪物ミーノータウロスの誕生と関係があり、またヘイラクレースは7番目の難行としてこの牛を捉えたと言われる。アポロドーロスによると、クレータの牛は、ポセイドオンがクレータ島のオミーノースの王権を保証するために、 海中から送ったお牛で、ミーノースは自分が王位を継承することに反対する人々を納得させるため、ポセイドーンに犠牲を捧げ、王位継承権の証として海からお牛が現ることを願った。そこで、ポセイドーンは海中から美しいお牛を送ったが、ミーノースはこのお牛をポセイドーンに捧げると誓っていたにもかかわらず、お牛の美しさに惹かれて、 自分の家畜に加え、別のお牛を、ポセイドーンに捧げた。ポセイドーンは怒って、お牛を凶暴にして暴れさせ、またミーノースの妻、パーシパエイに、お牛への異常な恋を芽生えさせた。恋に苦しんだパーシパエイが、交渉ダイダロスに相談すると、ダイダロスは、内部が空洞になったメウシの木造を制作したので、パーシパエイはその中に入って、思いを遂げた。 その結果、パーシパエ A は、お牛との間に、ゴズのコミーノタウロスを生み、ミーノースは、この奇怪な子を隠すため、ダイダロスに、迷宮、ラビュリントスを建設させた。その後、ヘーラクレースは、エウリュステウスに、クレータのお牛を捕らえることを命じられたので、ミーノースのところにやってきて、協力を求めたが、ミーノースは一人でやれと言った。そこでヘーラクレースは、 お牛と格闘して捕らえ、エウリュステウスのところに連れて行ってみせた後、放逐した。シケリアのディオドーロスによれば、ミーノースは、毎年生まれた牛の中で最も良いものを、ポセイドーンに捧げていたが、ある年に生まれたお牛は特に優れていたので、惜しくなったミーノースは別の劣ったお牛を捧げた。このためポセイドーンは怒って、パーシュパエーを牛に恋させた。その後、 ヘイラクレースは、ミーノースと協力してこのお牛を捕らえ、お牛の背に乗って、海を渡り、エウリュステウスのところに連れて行ったと述べている。ヒュギーヌスは、パーシパエーが恋し、ヘイラクレースに退治されたお牛は、アプロディーテーのお牛だったとしている。アプロディーテーは、パーシパエーが自分を崇めないので、お牛への恋を起こさせたという。一方、アクーシラーオスは、 エウローペーをさらってクレータ島に連れ去ったお牛だったとしている。放たれたクレータのお牛はアルカディアとラコーニアをさまよった後にアッティカのマラトンに行って暴れ人々を苦しめたが後にテイセウスによって退治された。テイセウスはお牛を捕らえて父であるアテーナイオーアイゲウスのところに連れて行きアイゲウスはお牛をアポローンに犠牲として捧げたと言われる。ありがとうございます。